在日中国人は日本に在住している中華人民共和国の国籍を持つ人である。抗義には中華人民共和国と中華民国国籍者を指すが中華民国の国籍者は在日台湾人と呼ばれることが多い。在日華境とも呼ぶ。ちなみに日本に帰化した者は中国系日本人と呼ばれ、本校では触れない。在日中国人は2020年末、 現在778,112人となっており、他の在日外国人より多い。留学や技能研修など日本に学びに来ている人が多いが、働いている人も多い。職種は技術、人文知識、国際業務や調理師から経営者や大学教授まで幅広い。戦前から多数日本に今日構えており、横浜中華街などを形成するなどした。 その人数は1990年代から倍増し2000年。本国を離れ履いても、1 8から60歳の男性と28から55歳の女性の中国人は国防動員法の適用対象の下、日本に居住している。2020年末現在、日本に中長期に滞在している中国人は77万8112人である。そのうち永住している。 中国人やその家族は29万1603人であり、それ以外の中国人が52万2072人である。在日中国人の40%は就業制限のない永住者、特別永住者、永住者の配偶者等である。制限のある在留資格としては、留学13万2441人、技能実習7万7806人、技術、 人文知識、国際業務8万1736人が多い。この他に調理師などの技術、人文知識、国際業務、経営管理や企業内転勤、教授や研究や高度専門職、文化活動が在日外国人の中で最も多く、芸術もアルゼンチンに次ぐ第3位である。在日中国人の総数は在日外国人の3割を占めており、 医療や高度専門職は在日外国人の半分以上、技能や経営、管理、技術、人文知識、国際業務や留学なども在日外国人の4割以上が在日中国人である。2020年の在日中国人の労働力人口は41万431人。2015年時点で就業する職業は生産工程従事者。 サービス職業従事者、販売従事者、農林漁業従事者が多かった。在日中国人の居住地域は関東地方、近畿地方、中部地方が多い。1895年に亡命した孫文や1904年に来日した路人などがいた。1917年に留学した周恩来は、その後政務院総理、国務院総理になった。 1931年の朝鮮廃花事件の際には日本内地でも朝鮮人との衝突が起きた。1943年に留学した李登輝はその後中華民国総統になった。在日中国人は戦前から日本に在住していたが、1972年に日本と中華人民共和国が国交を締結し、1979年に 台湾が出国を自由化したため、ニューカマーの在日中国人が増えていた。1984年の在日中国人、台湾人は63,920人だったが、バブル景気を経て1990年まで245,841人に増加した。1990年の在日中国人、台湾人は145,841人だったが、 1995年に216,042人となり、2000年には1990年の2倍以上の322,486人になった。1989年に64天安門事件が起き、1990年から中国人による集団密行が始まり、不法入国が問題になった。 1993年の密航事件は9件で、ほぼすべてが、復権省からの密航だった。1995年までに不法残留は38,464人となり、刑法犯は1990年の1,288人から2,919人に倍増し、事件数は1,841件から7,828件に4倍増した。 中国では1997年に香港返還が行われたが、集団密航は邪頭などの暗躍により73件に増加した。2000年の在日中国人、台湾人は32万2486人だったが、2005年にかけて増加し50万1960人になった。特に留学生は1998年から、 フィファワールドカップが開催された2002年の間に倍増した。しかし、萩国際大学の学生の不法就労問題や福岡一家4人殺害事件があり、2003年に中央教育審議会が新たな留学生政策の展開についてを答申して、特に学生数の確保という観点からのみ、安易に留学生を受け入れることを禁止した。一方、 2000年の中国人警報犯は14,176件3,038人であり来日外国人の警報犯の約半分が中国人だった。来日外国人による侵入党の約8割は中国人でピッキング行為が問題になっていた。不法残留は32,896人で減少しており、 不法入国は1509人だったが、集団密航は激減した。2007年、在日中国人、台湾人が初めて在日韓国、北朝鮮人の在留数を上回った。同年8月、人民網が都民の100人に1人は在日中国人であると報じた。2008年、池袋で東京中華街構想が持ち上がった。長野では、 北京オリンピック聖火リレーに多くの中国人留学生が動員され、独立派ともみ合いになった。同年、ローソンは新卒の中国人留学生を積極的に採用した。なお2000年代に帰化して日本国籍を取得した在日中国人の数は4万人以上である。在日中国人、台湾人は2010年に67万8391人だったが、 尖閣諸島中国漁船衝突事件や東日本大震災が起きたためか2011年は在日中国人、台湾人が減少した。なお2012年以降の統計は計算方法が変わり在日中国人から台湾が分離し短期滞在や公務を含まなくなったので2011年以前の統計と単純比較できなくなった。 もし2015年の在日中国人、台湾人を総在留外国人ベースで単純合算すると89万3219人になる。一方、犯罪の検挙人数は2018年に4586件であった。2014年の中国人の犯罪は万引きやキス、払い出し等が多かった。日本との地理的な近さから古くから日本へ移住してきており、 日本三大中華街として、横浜市、神戸市、長崎市に中華街を形成している。その他、東京の池袋、亀戸、平井周辺や西川口駅周辺などに代表されるように、近年では各地に中国人コミュニティを形成しているが、圧倒的に多いのは関東圏である。放出入国在留管理庁、令和2年末現在における、 在留外国人数について、令和2年末現在における在留外国人数について、出入国在留管理庁、2021年3月31日閲覧。ABCD 在留外国人統計、総務省統計局、2015年11月14日閲覧。毎日のように尖閣周辺にやってくる中国戦中国の 民間人に占領される可能性もデイリー新潮。桜井市在日中国人が、本国命令で、テロや騒乱を起こす、危険性指摘、ニュースポストセブン、永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、国籍、地域別在留資格別在留外国人。統計局。2020年8月1日閲覧。ABC、国籍、 地域別在留資格別在留外国人。法務省。2020年2月15日閲覧。外国人雇用状況の届出状況。概要版。厚生労働省。2021年3月31日閲覧。表6マイナス2から1男女。国籍。職業別15歳以上外国人就業者の割合全国。総務省。 2020年2月15日閲覧。ABCD 第一部出入国管理をめぐる近年の状況。平成24年。第2章公妙化する密航、密輸。平成11年版海上保安白書。2015年11月21日閲覧。第2章国際化社会と警察活動。平成5年警察白書。 2015年11月21日閲覧第8章国際化社会と警察活動。平成8年。第9章国際化社会と警察活動。平成10年警察白書。2015年11月21日閲覧出入国管理から新時代における出入国管理行政の対応。出入国管理。 2015年11月21日閲覧。吉富裕次逃げ出す大学が続出する講師協力方式のほころび。新庁舎ファースイト。2015年11月21日閲覧。新たな留学生政策の展開について留学生交流の拡大と質の向上を目指して。中央教育審議会。2015年11月21日閲覧。ABC。 第8章国際化社会と警察活動。平成13年警察白書。2015年11月21日閲覧東京の過人権が日に日に拡大。100人に1人は中国人。人民も。2015年11月21日閲覧池袋中華街構想に待った地元商店街が反発。 J-Cast 2015年11月21日、閲覧。北京五輪聖火、総前長野で、リレー3人逮捕、怪我人も、走者囲む、警官100人。朝日新聞。2015年11月21日、閲覧。ローソン中国人留学生大量、採用日本人より優秀だから ?J-Cast 2015年11月21日、閲覧。法務省。 企画許可申請者数等の推移、平成24年末現在における在留外国人数について、法務省入国管理局、2015年11月14日閲覧、131年次別外国人による犯罪の検挙件数及び検挙人員、警察庁、2020年2月15日閲覧、来日外国人犯罪の検挙状況、警察庁、 2015年11月21日閲覧。都道府県別本籍地別外国人登録者独立行政法人統計センター公式サイト。ありがとうございます。